皆さんこんにちは。タノキントリオとして活躍した歌手近藤真彦さん。今回は近藤真彦の妻が支えるおむつ生活の現在と母親が事故死の真相について紹介します。まずは近藤真彦の履歴とプロフィールから紹介します。近藤真彦、1964年7月19日に生まれ、日本の歌手、俳優、実業家、レーサー、タレント、愛称はマッチ。1979年10月、TBS のテレビドラマ3年 B 組金8000世の生徒星の制約でデビュー。同じく生徒役だった田原俊彦、野村芳雄と共に他のキントリオとして活躍。その後、1980年12月12日にスニーカーブルスでソロ歌手としてデビュー。1980年代を代表する男性アイドルとして、ザ・ベスト10やザ・トップ10などの歌番組を中心に活躍した。1981年、1983年のブロマイド年間売上成績で第1位を獲得。また、1982年にはゴールデンアイドル賞を受賞。1987年の第29回日本レコード大賞において愚か者で大賞を受賞した。代表曲としてスニーカーブルス、銀ギラ銀にさりげなく、愚か者などがある。2020年11月16日、不倫疑惑が報じられたことに伴い、ジャニーズ事務所は無期限の芸能活動自粛処分とした。2021年4月30日、ジャニーズ事務所の公式サイトにて、同日をもって事務所を退所することが発表された。2021年7月19日、ツイッターで11月2日に中野サンプラザホールで、コンサート真彦コンドリスタートを開催することを発表した。2021年9月7日放送の文化放送のラジオ番組松井サスケリ、ニューの丸の小部屋に出演することが発表され、芸能界に復帰。大ヒット曲愚か者でレコード大賞を取るなど、有名なジャニーズの長男近藤真彦さん、不倫で世間を騒がしていますね。2020年は本当に不倫関係の報道が多いと思います。そんな近藤真彦さんですが、嫁は和田敦子さんだと言われています。その和田敦子さんとの馴れ初めは何なのでしょうか。また和田敦子さんの実家がタクシー会社を経営していると言われているようです。近藤真彦さんの嫁は和田敦子さんと言います。和田敦子さんは元踊り師一般人で、近藤真彦さんは一般人の和田敦子さんと結婚しています。そんな近藤真彦さんの嫁である和田敦子さんは、食品会社で働いていましたが結婚を機に退職しています。大人げのジャニーズ近藤真彦さんとの結婚で、寿退社になるので周りの目などで結構大変だったんだと考えられますね。近藤真彦さんと嫁の和田敦子さんの慣れ始めは、知り合いの紹介だと言われています。その知り合いとは料理研究家の伊能栄美さんの旦那さんからの紹介だったんです。近藤真彦さんは和田敦子さんに惹かれた理由として、自分よりも明るくて笑顔が素敵だと言っています。現在も夫婦仲は良いそうです。ただ今回の不倫報道次第でどうなるのか心配ですね。和田敦子さんの実家は福岡でタクシー会社を経営していると言われています。しかも資産家で地元福岡では名の通ったタクシー会社だそうです。福岡は観光業が盛んな町なので、タクシーの需要は十分見込めるのではないでしょうか。そう考えると資産家であると言われている理由もわかります。かなり稼いでる会社ではないかと考えられます。ジャニーズ事務所は2020年11月17日、近藤真彦さんについてウェブサイトで声明を発表。軽率な振る舞いは厳正な処分に値するとした。近藤さんは全ての芸能活動が禁じられた。日本では有名人の情事が表面化した場合、非難と厳しい罰を受けることが一般的だ。ただ、仕事に影響が及ぶことを疑問視する人もいる。近藤さんが妻以外と関係を持ったことは先週、ゴシップ雑誌でまず報じられた。日本の芸能事務所で最有力級のジャニーズ事務所は声明で、近藤さんの行いについて、結婚している男性の振る舞いとして大変軽率であり、自覚と責任に欠ける行動であったとした。また、近藤に対して厳正な処分が必要であると認識し、その内容について慎重に検討してきたと説明。無期限芸能活動自粛処分といたしましたと報告した。ジャニーズ事務所によると、
1980年代の日本ポップス界のアイドルだった近藤さんは、一連の出来事に対する責任を取りたいとし、活動自粛を申し出た。皆様より信頼していただくことができる人間を目指して精進していくという。マッチの愛称で呼ばれる近藤さんは、ソーシャルメディアで広く批判の的となった。ファンからは失望や、近藤さんの妻に同情する声が上がった。だが、近藤さんの情事は以前にも日本で報じられており、今回のニュースに驚く人は多くはなかった。女性が直面している問題やハッシュタグ MeToo に関心が集まっている現在、彼が非難を浴びたことは、男性有名人にとって警鐘となったと、米ミシガン大学の人類学者で、日本を専門的に研究するジェニファー・ロバー。トソン教授は話した、近藤さんの私生活を厳しく調べ、その行動を大目に見ないことを疑問視する見方も一部で出ている。近藤さんが代表を務める自動車レースチームコンドレーシングが、今回の報道を受けて今後のレースに近藤さんが姿を見せないと発表したことを紹介したツイートに対しては、情事は夫と妻の間の個人的な問題だ。しかし日本では、情事を持った人は犯罪者のように扱われるなどとする返事が書き込まれた。近藤雅彦さんの母親近藤美恵子さんの死因は交通事故と発表されています。事故の詳細も明らかにになっており、1986年11月23日深夜0時ごろ、スナック勤務を終えた美恵子さんは飲酒状態のまま車を運転をし、横浜市泉区上飯田402の市道のカーブでガードレールと電柱に衝突する事故を起こし病院に搬送されましたが、翌24日に亡くなられています。この近藤雅彦さんの母の美恵子さんの死因については、本当は交通事故ではなく自殺で亡くなったという噂もあるようですが、具体的に交通事故の詳細が報じられているため、死因は自殺説はデマの可能性が高いと思われます。近藤雅彦さんの母親美恵子さんが亡くなった約1年後の1987年12月29日、横浜市栄区上郷町の横浜霊園から美恵子さんの遺骨が骨壺ごと何者かに盗難される事件が発覚しました。この遺骨盗難事件の発端は同年12月26日で、近藤雅彦さんの所属レコード会社 CBS ソニーレコードに中年男の声で近藤雅彦さんの楽曲愚か者のレコード大賞を辞退しろという脅迫電話がかかってきたことでした。そして12月28日に CBS ソニーの当時の社長宅に速達で母親の遺骨を預かっておく。遺骨を返してほしければレコード大賞の出席を辞退しろと書かれた脅迫状が届きました。これを受けて翌29日に管轄の神奈川県警営警察署が近藤雅彦さんの父親の立ち会いの下で美恵子さんの墓を調べたところ、脅迫文の内容の通り遺骨が盗難されていることが発覚しました。近藤雅彦さんは自分の芸能活動が原因で母親の遺骨が盗難されたことに悩み、父親の正勝さんに自分がこういう仕事をしていたから母の遺骨が盗まれてしまった、ごめんなさいと土下座して謝罪し、犯人の言う通りレコード大賞を辞退しようとしたそうです。しかし父の正勝さんは近藤雅彦さんを抱きしめると、お母さんはきっと出なさいと言うと思うと、近藤雅彦さんにレコード大賞に出席するよう促したそうです。近藤雅彦さんはなおも悩みましたが、父の言葉に後押しされる形で日本レコード大賞に出席し、その結果見事その年のレコード大賞に選ばれています。この遺骨盗難事件の真相の噂として有力とされているのが、近藤雅彦さんのシングル曲愚か者にレコード大賞を取らせるための芝居だったとする説です。この年にはブーギーのマリオネット、中森明菜さんの単語の R、 光何時のガラスの重大などオリコン1位を獲得した多くの大ヒット曲がありましたが、その中にあって近藤雅彦さんの愚か者はオリコンチャート2位しか獲得しておらず、これがレコード大賞に選ばれるのは不自然というのが根拠となっています。また、もっと単純に、日本レコード大賞の他の候補者たちのファンが、犯人というのが真相とする説などもあります。他にも、近藤雅彦さんが2010年3月26日放送の、
中居正広の金曜日のスマタチェに出演した際にこの遺骨盗難事件が取り上げられ、霊能者の木村富士子さんが遺骨の行方について霊視しています。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。